船酔いの人がね続出してます。みんなゲロ吐いてます。あ、これがウチワエビか。これ出来上がりの色がこれ最初は白色ね。スーパーで1200円です。安すぎ。安すぎ。小1時間ぐらいで釣ったの？そうですね。あー、おー、ヒレヒレ走ってる感あるわ、走ってる感あるわ、走ってる感あるわ。どうも、今ね、博多湾のね、五島行きのフェリーふ頭のほんとすぐ手前のね、スーパー銭湯にいます。いいですね。フェリーふ頭のすぐ前に、スーパー銭湯があって、サウナ入って、飲めるじゃないですか。もう押していけばいいんで、自転車。いや、最高ですよね、これね。とりあえずね、唐揚げ定食とビール頼みました。もうね、ここで1時間ぐらい暇つぶせばね、もうすぐフェリー乗れるんで、ちょっとここで飲んでから、フェリーの中でもう寝るだけというね、ことにしておきたいです。では、飲みます。はい、皆さんこんにちは、ヤーマンテルです。福岡長崎編第2弾ということでね、これから太鼓フェリーでね、五島列島に向かいます。夜のね11時45分に出港しました。太鼓フェリーってね、変わった名前なんですけどね、五島でね聞いた話によると、遣唐使船が中国へ渡る前に辿ったコースを再現しているということですね。その話を聞いた時にね、へえ、なるほどねって思ったんですけども、ホームページを見るとね、中国の歌の漢詩の一節からね付けられたということでした。全然違いましたよね。でね、五島列島福江港に8時15分に到着しました。8時15分だとね、1日遊べますからね。そういう意味ではね、このフェリーは魅力的ですよね。博多港から前船でご乗船のお客様、博多港から前船のお客様、お過ぎください。はい、五島列島福江島に到着しました。とりあえずね、どこ行こうかということなんですけども、ちょっとね、僕ね、遠いね親戚がいてね、なんかちょっと昔の記憶でね、商店街に多分電気屋さんだったと思うんだけどな、修学旅行で来た時にお会いしたような気が。ただね、もうその時の年齢を考えたら、もうちょっとね、ご健在かどうかわからないんですけど、ただ場所がね、全くわからないんですよね。商店街だったのは覚えてるんで、全然わかんねえ。全然わかんねえな。まぁ、ちょっと探してみます。あ、あった！あった！これちゃう？ビジネスホテルやってんの、これ。渋いコーヒー屋やな、これ。コーヒーでも飲むか。よっこいしょ。とりあえずね、親戚かどうか、わからなかった。まあ、午後から行ってみますけどね、息子さんが午後からやったら、父親がいるということで。で、ちょっとね、まあ、五島といえば、福江島といえば、なんだっけ、鬼岳っていうのがね、まあ、有名なんですけどね。ちょっとそこにね、行ってみます。修学旅行の時はね、まあ、行ったんですけど、霧がね、まあかかってたんで、全く見えなかった記憶があります。当時はね、五島列島初の修学旅行って言ってね、長崎放送がね、取材に来てね、地引き網とかね、まあしましたけどね。だからもしかしたらね、役所とかにもね、なんか当時のね、写真とかもしかしたらあるかもしれないんですよね。あ、牛いる、牛。おいで。もう、おいで。おいで。もう、無視かい。鬼岳に着きました。自転車でね、登れると思ったんですけどね。確か階段だったことを今思い出しました。じゃあちょっと登ってみまーす。よいしょ。ああ、こっちがね、フェリーが着いたとこですね。なんていうんだろうね。
でこう行ってね、このねあの上まで行きたくないけど行くか。なんかこう自分がいるとこより高いとこがあると嫌やけど行きたくなるね。多分これ山登る人ってそんな感じなんちゃうかな。結構茂ってるな。あんまり観光の人来てないんかな。いや、おう、ちょっとせっかく登ってきたけど景色見えへんのんちゃうこれ。あら、あら、あら、あ、こっちか、こっち見えんのか。よいしょ、よし、あ、ここなんとか見えるわ。今日はね福江に泊まるんですけどね、明日はねあの辺なんですよね、泊まるのが。この辺、この辺、多分この辺。静かやね。じゃあ帰ります。これは何でしょう、何やろうな、これなんかテーマあんのかな、何やろ、何も書いてないな。何やろうな、何やろ、何も書いてへん。ああ書いてた、これや。心の玉。え、地球の真ん中やってんて、ここが。ほんまかいな。なるほどね。今鬼岳行ってきたんですけどね、これからあの鬼岳を下って、五島椿蒸留所っていうね、なんかね焼酎が有名なのかな、見学とかはできないっぽいんですよね。なんかまあちょっとお酒売ってるかなと思ってネットでね買えるんですけど、ちょっとねうちのお袋がね買ってきてとか言うから、持って帰るのしんどいしね、重たいから。直接送れるんやったらね、まあ、お酒屋で買うよりなんか直接で蒸留所で買った方がなんか価値あるような気もせんでもないんじゃないということでね、福江港からね五島椿蒸留所に向かってるんですが、とてもねビューティフォーワンダフォーなね海岸線を通って、このあとね二山ぐらいね越えるんですが、その山がね結構な激坂でした。五島椿蒸留所、に着きました。なんとか教会だ、ここね。ほうほうほう、ここ、え、ここ、あ、猫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 ちゃん。へー、すごい。ここで買ったりはね、あ、買えるのね、送られへんのか。ここってあれですか、ここで買って、はい、ここから郵送とかできる、できますよ。あ、できるんですか、はいはい、普通にネットでも売ってるんですよね。ネットでも売ってるんですけど、ネットはもう今3ヶ月待ちとかなので。そうなの、ここで買われた方が。ああ、よかった、じゃあ来てありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ2箇所お願い、はい、あ、1人1本、あ、そっかそっか、申し訳ない。あの、今日とか明日とか出して、あ、全然構わないです、はい、構わないです、じゃあ、はい、送っときますね、はい、じゃあすいません、よろしくお願いします、失礼します、はい、はい、ということでね、これがね、五島神です。ね、これです。僕ね、普段ね、焼酎をね、まあ、だらだらと、飲んでるタイプなんですけどもね、それがね、これに変わっちゃったぐらい美味しかったです。ジンってね、家で飲むこと今までなかったんですけど、でこれきっかけでちょっとねバーにねジン飲みに行ったんですよ。でまあそこそこのジンをね、まあ、飲んだんですけど、あ、ジンって、あ、こういう味なんだ、美味しいなーなんて思って飲んだんですよ。
ただね、これ本当別格ですね。やっぱりバーで飲んだジンをまた頼もうかななんて思わなかったんですよね。まあそんなに好きじゃないから。ただこれは本当好きになっちゃって、初めてね定期購入みたいな感じでね今考えてます。本当美味しいです。皆さんもねよかったらね一度、まあ3ヶ月待ちですけどね、ネットで購入してみてはいかがでしょうか。よろしく。いや今あの市街地に戻ってるんですけどね、ブレーキがおかしい。ブレーキが音鳴る。やばい。なんやろ、この前点検してもうたとこやねんけどね、急にね走ってて急にシャリ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 っつって、完全にねディスクローターがねなんかね当たってる感じ。やばい、あかん。今日ネット見て直さな。こんなんやったことないわ。自転車あるかな。あるやろ自転車ぐらい。ないか、そんな都会ちゃうもんな。誰かおらんかな、ロードバイカー女子おらんかな。ロードバイカーのなんか女子が、あこれこれで治りますよとか、むちゃかっこよくない、そういうの。ありがとう、俺に飯おごるわとか言ってね、妄想ですけど。はい、今日泊まるねゲストハウスですけどね、5500円かな、ツインです。残念なことにね、キッチンがないんですよね。だからキッチンがあればね、ちょっとサクッと今から釣り行ってね、なんか釣れたらねそれで晩飯にしようかなと思ってたんですけどね、まあ、ねこんな感じでねちょっと散らかってますけどね、ねこうね靴下をねちょっとアート的にちょっとね干しちゃったりなんかしちゃったりしてね、とりあえずね、休憩して飯食いに行こうかなと。まあその前にちょっとね港見てこようかなと思ってますけどね。あ一匹タイか、一匹タイやね。あ、アジか。あ、タイやね。ほら、タイ。あ、タイ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 。塩焼きやね。もう来てからどれぐらいですか、お父さん。小1時間ぐらいで釣ったの？そうですね。ああ、まあこれだけ釣れたらいいわな。今日のおかずやね、もう。昼間釣れればよかったわってな。ああ、昼間はまあね。それは釣れんてやもん、ね、なかなか釣れませんわね、アジは。今の時間が一番よかった。はい、この後ね、夕食を食べに行こうと思って、ゲストハウスのね、方が紹介してくれたお店にね、行くんですけどね、もう5時からね、予約がいっぱいで入れなかったんですよね。で、他のね、店も電話したんですけど、どこもね、もう予約でいっぱい。なんかね、テレビの影響かな、なんかドラマかなんかやってたのかな。それでね、もうどこもいっぱいなんですよ。で、しょうがないんでね、なんか商店街にあるボロいね、なかなか年季の入ったね、お寿司屋さんに入って聞いたんですけど、でもね、やっぱりね、前日かな、しけだったんで、やっぱネタがないっていうことでね、とりあえずあるものでいいということで、まあ頼んで、まあこちらなんですけどね、上から、島石かな、これ。で、右がブリですよね。下がタイ。その隣、真ん中の下がね、こう黒って言うんですけど、まあ一般的に言うメジナです。で、左がね、イシダイなんですよね。だから地のものっていうか、五島らしいっていうと、この中では、やっぱり石鯛かな、釣りでね石鯛五島は有名ですからね。まあ石鯛美味しかったですよね。とりあえずね地のものでも変わったものとかね食べたかったんですけどね、まあ今回はしょうがないということでね、次の日にかけます。海はよ海はよ、でっか
い海はよ。いやー、釣りしてますけどね、ちょっと潮止まりですな今のところね。アジ2匹とミノカサゴ1匹釣れました。とりあえずね、おかずはゲットできたんで、まあよしとしときましょう。もうちょっとしたらちょっとイカ狙ってみますけどね。なんかね、さっきね、地元の人がね、カマスがね、釣れるっていうことでね、言ってましたけどね。カマスね、うん。いやー、のどかやなー。のどかですなー。はい、ミノカサゴなんですけどね、これヒレにね、毒があるんですよね。で、カマス釣りをしていたね、地元のお父さんがね、まな板と包丁あるからね、トゲ取ってあげるよっつってね、今取ってもらってるとこなんですよね。優しいですよね。もう大丈夫じゃない？何ですか？どこどこで、ね、ありがとうございます。刺身中打ても身はないよ。あ、まあ焼くかじゃ。まあ、好きなように。このアジはここで釣れた？アジここで、うん、3匹。アジね。まあ見た目ね、気持ち悪いんですけど、食べた感想ですけど、まあおこぜの水分が多い感じです。お刺身で食べるときはちょっと火で炙るとかね、もしかしたらね、煮付けが結構かなり美味しいかもしれませんよね。まあ僕はね、お刺身で食べたんですけど、美味しかったです。でね、この後ちょっとイカを狙ってみたんですけど、ちょっと釣れませんでした。結構ね、2、3匹泳いでるのを見たんですけど、張りがかりしませんでしたね。でもうね、雨が降りそうだったんでね、この後ね、ゲストハウスにね、行くんですね。で途中でね、スーパーに寄ったんですけど、これ見てください、アオリイカ530円だっけな、むっちゃ安いんですよ。びっくりしましたね、この値段はね。今回ね、泊まっているゲストハウスなんですけども、崎山ヒルズと言います、ね、下崎山というところですね。一棟貸しのゲストハウスなんですけども、2棟あります。結構綺麗なところでね、今ね、ベッドはね1つなんですけども、まあ、今回僕は1人で泊まってるんで、7500円かな。休日前は8500円ということです。ただね、ここ1人じゃなくてね、上にね、ロフトがあるんですよ。ロフトが2個あります。1個2個、まあ、ありまして、でこれ3人寝れるのと、あとまあ床もね、利用すれば、ここにお布団がね2つあるんですよ。2つ、うん、なので、まあだから1、2、3、4、5人かな、まあ5人、寝れるということですよね。5人だと1人いくらかな、ドミトリーぐらいの値段だったと思います。で綺麗なんですよね。でもう1棟の方もまあ綺麗なんですけど、こちらの方が新しいということでしたね。でね、トイレもね、ほら綺麗なんですよね。はい、トイレね、はい、綺麗ですね、トイレね、綺麗でしょ、トイレね。天井もね、こんな風にね、木のぬくもりをね感じるねデザインになってますね。でね、まあ、こちらね、ちょっとね、洗濯物干しちゃってるんですけどね、ね、すいません、僕のね、ちょっとパンティーがね、干されてるんでね、まあ、見たい人は見てくださいということです。でお風呂ですね。お風呂はね、こんな感じで、お風呂も綺麗ですよね。ね、なんか最新のシャワー設備って感じですかね。はい、洗濯機もね、ありますけどね、洗濯機もあります。手洗い場もあります。まあ、こんな感じですね。でベランダはね、このようになっててね、ここからね、奥の方にね、夕日がね沈んでいくのがビューティフォーワンダーホーということでね、まあね、次回はねフェアンセと来たいな。本日五島列島、3日目か、今日はね、雨でね、ちょっとライドできないんですよね。でね、ちょっとゲストハウスのね、ご主人の計らいでね、ちょっと五島を車でね、ちょっと回ってもらってるんですよね。まあ、当初予定にはなかったんですけど、教会とかね、ちょっと行ってみようかなと思ってます。はい、どうも。
こちら五島列島のね神主市海岸というところですね。もう今日天気悪いんでね、曇ってますからあれですけど、すごいブルーのね海が広がってます。まあ、当時ね小学校1年生か2年生だった僕はね、ブルーのね海の綺麗さとね、なんかブルーのねビキニを着たお姉さんのね姿がね鮮明に頭の中にね残ってるんですよね。ね、あのビキニのお姉さん、なんであんな記憶に残ってんのかな。これどんどん水分がなくなっていく、って感じですか、これ。うん、ただし最初は沸騰させるんですよ、で結晶化が始まる前に火力を落とすっていうことですね。あ、これはまた粗いね、はい、あれ、さっきのがさらに細かくなった感じ。そうです、ここで天地返しして混ぜて潰すっていうことです。あ、なるほどなるほど、そう、はい、美味しい塩を作るポイントは3つあります、はい、1つは海がきれい、はい、そして海の条件、はい、もちろん海がきれいというのはもう美しいということですね、うん、そして条件というのは満潮ということです、はいはいはい、引き潮の時と満ち潮ではですね、うん、海の中のミネラルの数が違うんですよ。ああ、なるほどなるほど。で一番ベリーベストな日は満月です。あ、大潮ですね、はいはいはい、そうです。もう二つ目が山です。うん、多くの塩作りにこだわった人たちが海水を汲む場所っていうのが川が流れて海水と交わる汽水、うん、汽水、はいはいはい、そこから海水を汲む人たちが多いんですけど、うん、残念ながら崎山には川がないんですよ、はい、じゃあなぜ崎山か、うん、なるほど、崎山の土の下には溶岩と、あ、ミネラル豊富、そういうことですか、はい、だから鬼だけからのですねミネラル成分を悪いのはろ過して、なるほど、そう、ろ過される、はい、そういうことか、はい、3つ目、うん、この3つ目が一番大切です。お願いします。その3つ目っていうのは塩職人が作ってるか商売人が作ってるか。いいよ、日本一。いや、最後のね3つ目の条件はちょっとやられましたね。こちらがね下崎山町です。後ろに見えるのがね鬼岳ですね。この鬼岳の噴火でできた溶岩とね火山灰でろ過されたミネラル豊富な水がね海水となって美味しい塩ができるということでしたね。でこの日はねゲストハウスのオーナーさんに他にもねいろいろと連れて行っていただいて、最後にねスーパーで買ったこの日のね晩の酒のつまみで、崎山ヒルズのオーナーさん自慢のバーでね一緒に飲みました。ちなみにここはお酒は持ち込みです。今日はありがとうございます。いえ、こちらこそ、いろいろご案内していただいて。いえ、でこれがねオーナーさんが作ってくれたで、キビナゴのスープです。非常にね繊細なお出汁が出てね美味しかったです。彼も楽しみしてたよ。うまいわこれ、うん、いけるでしょ。キビナゴと羅臼昆布の出汁ね、うん、お小銭いただきます。スーパーで1200円です、ね、安すぎ安すぎ。ゲストハウスのオーナーも安すぎって言ってます。安すぎ。これがね料亭で出るとね1匹で2500円、東京だと3000円ぐらいする。うん、いくやろ。うわ、おいしい。絶対木もね、木も、うん、やっぱこういう、ね、こういうのに価値がある木もにね。そうね、こういうね、木も。これがね、ハコフグです。僕ね、ハコフグって食べれるって知らなかったんですよね。まあこういう魚なんですけど、これね食べた途中なんですけど、本来ならね、こういう形で、料理屋さんの中では出てくるそうです。このハコフグをね、僕が今日スーパーで買おうと思ってたら、オーナーがちょっとこれはやめときって言うんですよね。ほんだらね、実は家にあったということだったんですよね。スーパーで買ったワタリガニです。これがね、多分700円ぐらいやったと思います。これ2匹買ったんですけど、2匹。
なんかね、お泊まりのね、もう一人お客さんがいるんですけど、いらっしゃるかなと思ったんですけど、来たらね、一緒に食べようと思ってたんですけど、時間も時間で、まあ時間も時間でって8時半ですけどね、とりあえずね、この味噌をね、じゃじゃん、味噌をね、ちょっと焼酎と一緒にね、いただきます。これをね、こう、食べるでしょ。とりあえずこう味噌だけ食べる、とりあえず。うまい。焼酎流し込む。うまい。あーうまい。やばい。もうカニ味噌ってむっちゃ合うよね、焼酎と。まあ日本酒でも合うんやけど。でもね、焼酎の方が合うかな、僕は。うまい。やばい。酒進みすぎ、これ。やばい、もう俺これだけで見入らん見入りません、うん、あ、美味しい、やばい、美味しい、あ、美味しい、やべえ以上です。はい、今ね、おこぜとカニをね、煮詰めて明日のね、朝のスープ、味噌汁ですけどね、作りますけどね。で、ちょっとね、弱火でね、今ね、ちょっとアクが、ね、出てくるんですよね。もうさっきちょっと1回アク取ったんですけど、であとはね、こう煮込んで、まあ明日2杯ぐらい飲めたらいいなって感じでね、かなりあの、水少なめですけどね。五島味噌ってね、ちょっと美味しいんですよ。あ、祖母がね、五島味噌をなんか田舎から昔送ってきてもらってたみたいでね、まだ祖父が健在の時に東京から、まあおばあちゃんにね、会いに行ったら、この味噌むっちゃうまいんやけどって。田舎の味噌やっておばあちゃんが売ってましたけど、祖母のなんか親戚が送ってきてくれた、多分あの店で売ってるとかじゃないお味噌なんですよ。あれ美味しかったな。だから今は五島で味噌買っても多分違うと思います、味がね。全然もう販売用とはねまた違いますからね。まあということでね、明日味噌入れます。よいしょ。多分腸やと思うんやけどね、これ。五島ってね、結構腸がいるみたいで、が、あ、羽開いてるから、これは腸ですな。なんかね、今日行った、資料館みたいなとこね、ビジターセンターか。そこね、腸のね、いろんなあの標本があったんですけど、これ腸なんですね。今、ちょっとテラスで、窓開けたから、ちょっと入ってきたんですよ。これが茶色やったら触られへんけど、綺麗なグリーンなんで、ちょっと逃がすか。逃がします。おはようございます。朝です。昨日はね、こちらのゲストハウス崎山ヒルズのオーナーさんとね、隣接のね、手作りのバーでね、焼酎を飲みながらいろいろお話しさせていただいて楽しかったです。朝飯、昨日スーパーで買ったね、渡りガニと、おこぜの柄で、味噌汁作りましたよ。昨日作ったやつですね。じゃあいただきまーす。うまっ、うまっ、うまっ、今日はね、まあ福江に一泊して明日島に渡るんですけど、その前にね、ちょっとね、牛舎、五島牛って有名なんですけどね、五島列島はね、そのね、五島牛のね、牛舎をちょっと見に行きます。まあそこら中あるんでね、牛舎がね、まあどこでも多分映させてくれると思いますけどね。ということで、カニ食べます。よろしく、アイシュデート、ヤマン。